はい、どうもこんにちは。この動画ではスポーツをした際に使えそうな段階的に合成を重ねて迫力のあるアニメチックな視覚効果を作っていきます。作りたい映像によって様々な特殊効果の作り方がありますので、今回はあえて違うやり方でいくつかの VFX を Adobe After Effects で作っていきます。それでは早速本編を見ていきましょう。アクションということで、まず最初に After Effects に映像素材を挿入するのですが、その前にスポーツ映像を撮影するときはフレームレートの高い映像で撮影することで、後に編集するときに便利だったりします。フレームレートは1秒間に何コマで撮影するかの設定ですが、例えば60フレームで撮影した映像の場合、30フレームの編集画面でも引き伸ばしてスローモーションにしても滑らかに見えるようになります。逆に30フレームでしか撮影していないのに無理やり2倍のスローモーションにしてしまうと、1秒間に15フレームだけのカクカクした映像になってしまいます。そこに注意をして撮影をすることで編集の時に自由度が高くなります。さあ、そうしたら早速今回は Pexels や Adobe Stock といった2倍のスローモーションで撮影された映像を挿入しております。これをまず通常の速度に戻していきましょう。コマンドオプション T でタイムリマップ使用可能というのを使うことで時間に関するキーフレームが出現します。タイムリマップは右クリックの時間のところからも見ることができます。今回の動画はストーリーズにも使える15秒間ですね。編集画面が24フレームなので、今回は15秒の半分の7秒12のところに最後のキーフレームを持ってきましょう。すると本来15秒の間隔が半分の時間になったので、2倍速になって2倍スローの映像は普通の速度に戻ります。乾燥わかめに水をかけたら2倍くらい大きくなるようなものです。違うか。さあ、そしたらいよいよ時間を操作していきましょう。まずはどこでスローモーションにするかを決めていきます。映像ではテニスボールがバウンドして女の子がオラと打ち返しています。この時にやってくるボールに注目してほしい場合は、このバウンドするところでキーフレームを打っていきます。そうしたら時間を進めておいてから、今度はこのピンク女子が打つ直前のところで再びキーフレームを打っておきます。このバウンドしてから打つ直前に打ったキーフレームの間はちょうど20フレームほどあります。そこで打つ直前のキーフレームから20フレーム進めておいて、打つまでのキーフレームの間隔を広げて、この区間をスローモーションにしていきます。さあ、こうすることで打つまでがスローなので、さあ果たしてパワーバフガールが打てるか、打ったーという感じでタメを使った演出をすることができます。ポイントはここで緩急を作ることです。では今度は違うやり方をしてみましょう。今度はボールが当たる直前でキーフレームを打っておき、続いてはボールが当たった直後でキーフレームを再び打ちます。この区間は3フレームなので、またまた後半2つのキーフレームを選択して、3フレーム動かしておいてからこの間をスローにしておきます。これで当たった瞬間だけスローモーションになります。これはアニメやゲームなどでよく使われる直撃した際にスローモーションになるやつですね。そしてさらにスローが終わったところで、今度はボールを吹き飛ばす6フレーム移動しておいてから、ここでまたキーフレームを打っておきます。そして最後の2つのキーフレームを選択しておいて、これを半分の3フレームにまで間隔を狭くしておきましょう。さあ、こうすることで当たった瞬間スローで、その後ピョン、まさに緩急、直撃してからのピョイン。ただこうしたタイムリマップを使用する場合は、周りの人間もピョイーンと速くなってしまうため、マスクを切るなどする必要がありますが、今回は割愛します。そしたら今度はエフェクトを加えていきましょう。一番簡単なのはフッテージサイトでダウンロードしたものをそのまま挿入することです。今回はフッテージクレートのショックウェーブを無料でかっぱらっておいてから、映像の中に挿入しておいて衝撃のタイミングに合わせていきます。これはプリキー素材といって、あらかじめ背景が切り抜かれている素材ではあるのですが、ここで合成モードをスクリーンにしておくことで、素材に残った黒い箇所を抜き取ることができるため、質の高い合成を作り出すことができます。ショックウェーブの角度をラケットに合わせて変えていくには、 3D レイヤーのスイッチにチェックを入れておいてから、 R キーで角度をそれぞれ変えていきます。これで一応ショックウェーブのエフェクトを適用することができます。このショックウェーブも先ほどと同様にタイムリマップ使用可能をしている状態で、キーフレームを冒頭だけ早くしておくと最初の方で爆発的に出現するようになったりします。サイズなんかも変更したりしながら、ダウンロードした素材であってもこのように工夫していきながら使っていきましょう。ちなみに 3D スイッチを入れている状態なので、トラッカーの中の 3D カメラとかを使うと映像に合わせてトラッキングしてくれたりしますが、トラッキングは解析に時間がかかりますので、今回は割愛しておきます。代わりに手動でショックウェーブを動かしたい場合は、1にキーフレームを打っておきましょう。1にキーフレームを打っておいたら、ボールが飛ぶ方向に今回はショックウェーブを動かしていきますが、このままだとカクンと進んでカクンと止まります。そこでキーフレームを2つ選択しておいて、
F9 で Easy Ease を提供します。するとキーフレームが滑らかになります。この状態でグラフエディターを開くと、現在は速度グラフになっていますが、前半の方で速度が速くなるようにハンドルを引っ張ってあげることで、最初の方でショックウェーブが動いて、後半の方ではゆっくりと動きが止まるようになります。こんな感じで位置だけではなくてスケールも動かしていくと、みんなが使う同じ素材であっても、ちょっとだけ違った要素を入れることができるようになります。とはいえ、ショックウェーブの野郎がいつまでも残っておりますので、不透明度を開いてキーフレームを打っておいてから 0% になるようにして消し去っておきましょう。ここまでは普通にダウンロードした素材を使っているだけなので、正直よく見る合成ですね。そこで今度はこのショックウェーブを使って空間を歪める系のショックウェーブを作っていきます。一番上にコマンドオプション Y で新規調整レイヤーを作成しておきましょう。この調整レイヤーはショックウェーブに合わせてトリミングを行っておきます。そうしたらこの調整レイヤーに対してエフェクトからディスプレイスメントマップを適用します。これは映像に対する歪みを加えるエフェクトです。ここでマップレイヤーを先ほどのショックウェーブに指定していきます。そして下のショックウェーブのレイヤーは非表示にしておきます。そうしたら最大水平置き換えと最大垂直置き換えの数値をそれぞれ上げていくことでショックウェーブの形に映像が歪むようになります。うまくいかない場合は明るい場所で適用されるように輝度とかを選択するといいかもしれません。さあ、こうすることでラケットを振るピンクレディからモアッとピンクタイフンが出現、波乗りパイレーツ。私たちこれからいいところなので、このショックウェーブをもう少し改造していきましょう。ショックウェーブの形に合わせて歪むことが分かったので、このショックウェーブに対してエフェクトからカーブを適用します。すると白い箇所の露出具合を調整できたりします。他にも白い箇所の形を変形させるためにブラーとかを適用してもいいでしょう。丸い感じなので今回はブラー放射状というものを適用してみます。するとなんだかぼやけた感じになりました。これらを適用した状態で下のショックウェーブはプリコンポーズをしておきます。すべての属性を新規コンポジションに移動してあげます。さあ、これで改めて確認をしてみると、先ほどとはちょっと違って波打つようなショックウェーブになりました。衝撃が強すぎて摩擦熱で陽炎ができてしまっているのか、はたまた時空間が歪んでしまうほどの重力波が発生したのかはわかりませんが、とにかく恐ろしい症状です。ここでさらに衝撃を加える小技もご紹介していきます。まだまだ新規調整レイヤーを作成しておいてから、衝撃を加えたい区間で調整レイヤーの区間を決めていきます。そうしたらこの区間にエフェクトからピクセルモーションブラーを適用してみましょう。ここでシャッター角度を360に上げておくことで、動きの激しい箇所にモーションブラーがかかるため、彼女の動きがカメラでブレが発生するほど速いという表現ができるわけです。まあこれでブレと衝撃波が出来上がったわけです。そしたら今度はいよいよテニスボールに炎を加えていきましょう。リアルな炎は作り込むこともできますが、今回は超簡単なバージョンで作っていきます。レイヤーを選択していない状態でペンツールを選択しておきます。そしたらボールに合わせてペンツールで周辺を炎っぽく見えるように適当に形を作っていきましょう。少林拳は最高という歌ぐらい適当で OK。そしたら塗りの色を炎とか少林寺の服みたいなオレンジにしておきます。線のところはちょっと明るめとかでもいいかもしれません。この状態で位置を開いておいてキーフレームを打っておき、さらにシェイプを開いておいてからパスに対してもキーフレームを打っておきます。この状態でワンフレーム前に戻っておいてからパスの形を一つずつ変更していきます。ボールに合わせて形を変えたり、打ち始めの頃は炎の大きさを小さくしておきます。位置なんかも動かしながらボールに合わせていきましょう。細かい作業ですが、これをひたすら繰り返していきます。この辺は似たような作業なので少し早送りさせていきます。細腕を一振りすればクマもぶっ飛ぶでいいと言わんばかりに手を振り切った後では炎の大きさを少し広げていくといいですね。最後は画面の外に弾き飛ばしちゃいましょう。さあ、これだけでも映像に炎のイラストを挿入するという表現として使えそうです。しかし燃えている感じではないのでさらに調整していきます。まずは合成モードをスクリーンに変更してみましょう。すると明るさで掛け合わさっていますので少し光って見えます。次にモーションブラーのスイッチを入れます。すると動きが早いのでこれでシェイプがブレまくってただのイラストには見えなくなってきます。ちなみにスクリーンではなくモードを加算にすると単純に輝度を足し合わせるためかなり明るくなってきます。あまりやりすぎると CG っぽさが出てしまうためあなたの作りたい映像に合わせて調整しましょう。続いてこういった炎などの光を使った合成で使えるテクニックをご紹介していきます。炎が出現するということはこのピンクレディは炎の光で照らされることになります。なので一瞬だけピンクレディを明るくしていきましょう。元の映像クリップをコマンDで複製しておきます。
そうしたら炎が顔の前に現れているところだけをトリムしておいてからペンツールを選択して光で照らされる箇所を囲んでいきましょう。この状態でモード設定を加算に変更することでピンクレディの目の前が明るくなります。F キーでマスクの境界線のぼかしを開いておいて、広げておいてからマスクのエッジをぼかしていきます。そして不透明度を開いておいてから数値を下げて適度な明るさになるように画面を見ていきながら調整しておきましょう。不透明度にはキーフレームを打って炎の大きさに合わせて数値を変更してもいいかもしれませんね。さあ、すると一瞬ですがボールに着火したと同時に目の前が明るくなるようになります。炎のボールですが、シェイプに対してブラーの方向を適用することで、さらにブレを加えることもできます。ブラーの長さを上げて方向を決めておいてから、最終的なブレ具合とかを調整してみてください。さあ、これでなんか炎的なものができましたが、正直早すぎてよくわかりません。そしたら次は炎ではなく、雷使いになりたい人に向けてここに稲妻を加えていきましょう。これもやってみれば意外と簡単です。まずは新規平面レイヤーを作成しておきます。名前はその名の通りライトニング。12秒が出ちまいそうだぜ。そしたらこの平面に対してエフェクトから稲妻コードを適用しましょう。ここで稲妻の種類を双方向ストライクというのに変更することで、稲妻を原点と方向の2つで位置を調整することができるようになります。ということなので、この稲妻の2つのポイントをボールのところに持っていってあげましょう。減衰という数値を上げると稲妻の途中の枝のような部分が減ってシンプルな形になります。今回は別にグローを加えていくので、グローの設定を開いておいてから、グローの半径を最低限にしておきましょう。もはやただの白い線です。ということで、エフェクトからグローを検索して、これを稲妻に適用します。すると稲妻が若干光るようになりました。こっちの方が少しリアルに見えたり、グローを細かく調整することができます。そしたら稲妻のメニューに戻って、原点と方向にキーフレームを入れておきます。そしてボールの動きに合わせて先ほどの炎と同様にワンフレームずつ稲妻の位置を合わせていきます。画面の外まで追い出せば一度確認してみるといいかと思います。思うようにいかなければ何度かチャレンジしてみましょう。今回はこのまま進めていきます。ここで最初に調整した減衰の数値を下げたりしながら確認していくと、稲妻の枝のような部分を増やしたり減らしたりできるので調整していくと良いでしょう。さあ、そうしたら先ほど適用したグローで稲妻の色とか光らせ具合を調整していきます。まずは色位置を0にしておきます。そしてグローカラーを A&B カラーにしておいて、下のカラー A とカラー B で稲妻の色を調整できるようにしていきます。今回は炎と同じオレンジです。そうしたら今度はこのグローのエフェクトをコマンド D で複製しておきます。上のグローとは違って今度はグロー半径を少し開けておきます。すると明るさが周辺に広がります。明るすぎる場合はグロー強度を下げておくと良いでしょう。ここでもモードを加算やスクリーンに変更することで映像に馴染むようになります。雷の呪文が使えるようになりました。この辺は様子を見ながら細かく調整していくと良いでしょう。では最後のテクニックですが、炎や雷など属性魔法を使った際にはパーティクルをつけることで余韻を作り出すことができます。ということでここに再び新規平面を作成しておきます。平面に対してエフェクトからパーティクル関係を適用していくのですが、最初の段階で 3D カメラを使っている場合は CC パーティクルワールドを使うことで立体空間にパーティクルを浮かべることができるのですが、今回は簡単な合成なので CC パーティクルシステムズ2というのを適用していきます。キーボードの括弧を押してボールを打つ瞬間でパーティクルが発生するように合わせておきます。この時バースレートの箇所にキーフレームを打っておいてから、ワンフレーム進んだところでキーフレームの数値は0にしておきます。すると最初に発生した後からはパーティクルは発生しなくなりますので、一瞬だけパヒョーンという感じでパーティクルが飛び散ります。そしたら今度はプロデューサーを開いておいてから、ここのポジションの数値を動かして最初のボールの位置に合わせていきます。ボールに合わせておいたら、また今度は数フレーム移動しておいてから、今度はボールが動く方向に向けてポジションの数値を動かしていきましょう。こうすることでボールの動きに沿ってパーティクルが破裂するようになります。ただこの状態だとパーティクルがトゲトゲしておりますので、今度はパーティクルの項目を開いておきます。ここでパーティクルタイプの方をレンズフェードというのに変更しておきます。するとケサランパサランみたいなパーティクルが大量発生します。このままだとサイズが大きいので、始まりのバースサイズは 0.05 くらいにしておいてから、パーティクルが消えるようにデスサイズの数値は0にしておきます。そうしたら今度はこのパーティクルの動き方を調整していきたいので、物理的な動きを司るフィジックスを開きます。
ここでベロシティの数値を下げると、まずパーティクルの広がる速度が遅くなりますので、あまり広がらずに破裂するようになります。さらにグラビティの数値を下げていくと、重力が小さくなるので、ゆっくりとパーティクルが落ちていくような動きを作ることができます。さあ、これだけで弾け飛んだボールが表現できますね。こんだけすごい腕力なんだから、ラケットがぶっ壊れて破片が飛び散っているようにも見えます。それは誤解なので、このパーティクルに対してもエフェクトからグローを適用していきましょう。これまた稲妻の時と同じようにグローカラーを A&B カラーに変更しておいてから色をオレンジとか黄色っぽく変更しておきましょう。これもグロー色位置を下げたり複製していくことでグローの強さとか光らせ具合を調整することができますので作りたい映像によって色々と変更してみるといいかと思います。ということでこんな感じで今回は以上ですね。結構雑に作った部分もありますが、それでもなんとなく撮影したスポーツの動画とかに使えるエフェクトだと思いますので、ぜひとも真似してみてはいかがでしょうか。それではここまで見てくださり本当にありがとうございます。スキルを身につけ、新たな世界へ挑戦するヒーローとなる。いつか会える日を。